して反射してた。誰かが閉め忘れた蛇口、大事なものがすると流れ落ちてるようで、風に耳を塞いでた。僕の心の片隅にも出しっぱなしの何かがあるよ。このままじゃいけないとそう気づいてたのに、見ないふりをし全然ダメだった。オーラが違いますね。本当ですか？本当に。あの採点盤に向かうよりも今の方が生き生きして良かったです。本当ですか？良かった。今見せてくれてありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。